というわけで今回は冷やしとろろそばというのをね食べたいと思います。ではね、いただきたいと思いますね。冷やしとろろそばというのが言います。まずはとろろというのをね、かけていきたいかなと思います。で、とろろをこうやってかけますな。で、とろろをかけたら今度はわさびね、わさびをかけます。で、わさびをもうかけると。で、そこにネギですね。ネギをこう入れていきます。で、それに仕上げとしてめんつゆをかけると、いうことでございますね。かけてね。で、こうやってまんべんなくね、かけていきます。それに、今ちょっと、混ぜてみますね。で、混ぜまして、で、それをね、よいしょ、食べていきたいと思います。では、いただきます。うん。冷えたそばの味と、うん、とろみと、とろみっていうかとろろと、このそばの味が非常にいいですね。うん、うん、この夏って感じがピーンとくる、ピーンじゃないツーンとくるわさびの味がいいですね。ツーンとこうくるわさびの味にこのとろろの美味しさがじわーっとくる。これはなかなかね、美味しいですよ。もう日本ならではのそばっていうね。そばってのは確かずっと大昔なんですが、縄文時代ぐらいだったかな。縄文時代に米が伝わってくると同時に、確か朝鮮とかの方から、そばを、そばってのは種があるんですよ。で、その種をまいて育てるというのを当時朝鮮あたりでやっていて、で、それが稲作が伝わった縄文時代頃に、蕎麦というものを撒いてみると。で、蕎麦というものを撒いてみたら、蕎麦というのができるから、まあ、それを刈り取って、こういうふうにして食べると美味しいらしいというのが伝わってきたんですね。で、それで一気に、日本でも蕎麦を食べるのが広まってきた。というのも、ほら、それまではね、米とか、蕎麦とか、こういうのが伝わる前までは、狩りをして暮らしてましたからね。大体はその、ナウマンゾウとか、ゾウの大きいやつですね。それを、仕留めていたりとか、
ウサギだとかイノシシだとか、まあそういったものをこう追っかけてって、それで仕留めて食べてたり、あるいは木の実とかね、そういったもので暮らしてたんで、まあどうしてもやっぱり季節によってはそれが冬なんかそれがね、あの取れなくなってくるともう大変だったわけ。それでよってもう餓死してしまう人が大勢いたわけですね。下手したらもう村ごと全滅してしまうというようなことが後から出てくるわけ。でそうやった上をしのぐためにも、やっぱりこう蕎麦というのは、蕎麦や米の存在っていうのはやっぱり大きかったので、まあそれでこう言って米をまいたら、種をまいたら米が実るとか、蕎麦もやはり種があって、種をまくと実ってくるっていうところを、に目につけたんです。だからある意味、朝鮮の方々が、朝鮮や中国の人がそういうことを教えてくれなかったらば、日本はずっと遅れてた国になってた可能性が高いんですね。でもそれをこうっていうか遅れてたというよりも、多分日本は絶滅してたかもしれませんね。でもそれをこう教えたことによって、あのね、その動物だとか木の実だとか魚を取って暮らすというだけじゃなくて、そこにそのお米だとか、蕎麦というものをこう種から要するに育てていけるというものを方法を知ったから、まあこうやって現在までつながっている、食料として困難になることなくまあ続いているわけですよ。ですからまあそういった感じで、まあ蕎麦というのは縄文時代から古くからあって、でこのとろろがまたいいんですよね。うん、でこれね、とろろにこの山芋のね、味とネギが非常に柔らかくていいです。で、とろろってのもね、変な顔についたりなんかすると痒くなってくるけどね、うそういうところになれば、つるすれば非常に美味しいんですよ。で、とろろってあれなんで痒くなってくるのかっていうと、例えば顔についたりですね、あの手についたりすると、そこにこのちっちゃかいトゲみたいなのがあるらしいんですね。で、そのちっちゃかい無数のトゲが刺さった状態になるんで、それで痒く、無性にそこがあの変化を起こして痒くなるらしいんですよ。で、そのトゲを取ることによってその痒みがなくなるらしいんですね。ですから、あのこういうふうなとろろっていうのはそういう仕組みになってる。だから一見すると人間の目では、まあ、見えないってわけではないんだけど、あまりにも小さすぎるから見えにくいんですね。でそれでそういったのがあるから、まあとろろがやたらに顔とか手にくっついたりすると痒くなるっていうのがあるらしいですね。そういう成分が含まれてます。でもなかなかこのとろろを入れるとね、やっぱりこう夏の季節だなっていう感じで、こう茹で上がってるから、そういったところも非常にいいなと思いますよ。やっぱり特に盛んだったのは江戸時代なんかはね、あの蕎麦が盛んに、蕎麦屋っていうのがあってね、煮ぐるみ敷いてね、でそこであの自前に作ってくれて、それで食べるわけだけど、そういうのが非常に美味しかったりねするわけですよ。ですからやっぱりこうこのネギの苦味がじわっとくるのと、このとろろの甘さ、あの甘とろろの甘さとね、そしてそばのあのこねた味というか、そういうあった味がじわっと広がって、これはなかなかねいい味を出してますよ。やっぱり冷やしとろろっていうと、ここにある意味かき、あの氷とか入れるともっとさらにね、美味しくなる可能性もありますね。なかなかこれはこれでいいなという感じです。どうもありがとうございました。